NASA の極超音速実験機 X-43A 周りの可視化結果。機体表面の色は電熱量を表し、断面のスライスには局所マッハ数の統治線が示されている。数値流体力学とは変微分方程式の数値解放等を駆使して流体の運動に関する方程式をコンピュータで解くことによって流れを観察する数値解析、シミュレーション手法。 計算流体力学とも、コンピュータの性能向上とともに飛躍的に発展し、航空機、自動車、鉄道車用、船舶、血流等の流体中を移動する機械及び、建築物の設計をするにあたって、風洞実験に並ぶ重要な存在となっている。数値流体力学では与えられた、非化形状を、コンピュータで扱えるように理算化する必要がある。 理算化には次のような手法がある。流体力学ではよく行われるように、数値流体力学でも、支配方程式やその解を無次元化することが便利である。しかし、流れが複雑な場合、流体の物性値が一定でなかったり、境界条件が否定上であったりすることで流れを記述するのに必要なパラメータが多数できてしまい、無次元形式にしても有用でなくなる場合がある。 一般には次のような手順で解析が行われる。全処理、モデルデータ作成対象物体の形状を再現した 3D または 2D モデルを作成する。設計にカナダドルを使用し、そのデータを用いることが多い。格子生成数値流体力学では空間を理算的に扱うため、物体形状及び周りの空間を理算化する必要があり、一般には 計算合子で表現する。格子生成には四面体を用いた非構造合子法、脳型体を用いた構造合子法など様々な手法がある。また、格子の数を格子点数といい、これを大きくすれば、結果の精度が上がるものの解析にかかる時間が増大する。このため、境界層が存在する物体金棒や衝撃破面など、 詳細な結果が求められる部位のみに多くの格子を配置するというような工夫がなされる。解析コンピュータによる反復計算を用いて格子ごとの流れ方程式の近似解を求める。計算の結果として各格子ごとの圧力、流速、密度などが求まる。格子点数やスキーム、コンピュータの性能にもよるが長い時間を必要とすることが多く、 スーパーコンピュータが用いられることもある。後処理数値的な出力計測器などの制約から実際には測定ができないような箇所でも数値解析では計算領域内ならどこでも物理量を得ることができる。またそれを数値積分することで物体にかかる力などを求めることもできる。可視化多くの場合流れ場の把握などのために 解析結果の可視化を行う。具体的には、物体表面および周辺流れの圧力分布を色で表現したり、流線を曲線で表したり、渦旅を統治面で表したりといった具合である。画像からアニメーションを作成することも多い、シミュレーション空間には壁面、 外乱が存在しないため実際の状況に限りなく近い状況をシミュレートできる。また、風洞装置は大型で多額の設備投資を必要とし、さらに模型の製作等実験費用も大きい。しかし、現在の数値流体力学には流れを完全に再現できないという欠点がある。これは流れの基礎方程式であるナビエ。 ストークス方程式が複雑な変微分方程式であり、解析解が求められていないため、近似解を使わざるを得ないことに由来している。このような背景から、数値流体力学を実際に使用する場合には、風洞実験を併用することが一般的であり、現段階では風洞実験にとって変わる存在には至っていない。流れの中では多くの物理過程が起こり得、それらが流れと 相互作用を及ぼし合うことで多様な現象が現れる可能性がある。重要な応用分野では、このような物理過程が起きており、CFD の適用が研究、応用されている。C 主な解析の種類も、参照汎用 CFD ソフトウェアは多数存在しており、実務レベルから研究レベルまで様々な用途に使用されている。 以下に、いくつかのメーカー及びソフトウェアを示す。乱流、編集ありがとうございます。